やばい、髪の毛ボサボサすぎる。今日新しいフラコンをつけてみようと思って、パックしてる。寝癖やばいよね。やばい。ピョンってなってるんだけど。やばい。目ピコってるんじゃないの？ピボってました。ちょっと前髪を乾かしていきますね。
託しました。やっほー、今日一旦麦茶飲む。浴衣乗せました。花火見に行ったの、おじちゃんと。そうだった、乗せたんだった。バスとしたか見てね。浴衣で配信 しようと思ってはいたんだけど、もう暑さと人混みにやられて体力が削られまして、なんと帰宅後浴衣のまま寝ていた。ありえない。やばくない？暑いんだよ浴衣なのに。浴衣のまま寝るくらいにはもう無理って思って、このままソファーで浴衣のまま寝ていた。やばいよね、最近体力というものがどっかへ飛んでいってしまって、やばいの。失礼。エステの予定組んでないと思って、じゃあメイクするのよ。私はメイクします。エブリデイメイクですから、今日はサイン会があるので新しいカラコンをゲットしてみました。アフォガードの色ですね。こんな感じ。ちょっとチュールブラウンよりはもうブラウンです。お祭りはキュウリだけ食べた、あとラムネ。もう普通に別でご飯行った。夜。
ターに並べない、多分あのアンサーはやったら並んだんだけど、もう屋台までもたどり着けなくて、なんかもう無理と思って花火だけ目に焼き付けましたわ。スポンジを膨らませまして、おいしい、きぬちゃんご飯また洗い物が溜まってて無理、今日は天気いいですかね。よいしょ。いきます。今日暑い。ゲリラありそう。やだー。親知らず抜いていきました。えらい。写真集の聖地巡礼してるの？タイにいるの？ほんでこっちも膨らますんだ。ガイドルメイクのやつ流行ってるよね。思った。気になるところにコンシーラーを塗ってから
上からも食べてないよ。最近太っちゃってさ。なんか顔が太るんじゃなくて足とかお腹、なんか体が重くなるんだよね。私顔が丸くなっちゃったのたまにあるけど、どっちかっていうとね、体がだる重いみたいになっちゃう感じだから厳しい。今日日曜日か。いかがお過ごし？台風来るよね。なんかさ、進路が変わったのかな、ちょっと分かんないけど。リリーベ大丈夫？え、リリーベ大丈夫？あ、リリーベは大丈夫か。なんかさ、28が直撃だったけどさ、28？ いつだっけな、忘れちゃった。電車とか止まるのかな。でもなんかさ、関東の方じゃない方に行ってるのかな。
眉毛真剣部。きなちゃん美味しかったご飯。髪の毛が終わっている。餌が入ってないお皿を舐め続けるきなこ。やめて、もうないんだから。食べちゃったの。食べ過ぎ。きなちゃんまん丸になってるよ。食いしん坊すぎる。パヤパヤすぎる。そして CD 予約してきた。ありがとう。待って、そうだよね。なんか予約特典あるとこありますか。詳しくなくて。HMV さん予約特典ある。店頭特典はさ、何？店舗特典か。店舗特典はあるじゃないですか。それとは別で予約じゃなきゃもらえない特典とかってありますか？予約はない。あ、そう。じゃあ HMV さんとタワーレコード浦和店さんで買えば一旦鈴木制覇みたいな感じですか。きなこ落ち着いて。で、こちらを塗り。塗り塗り。
袋を爆弾たたたたたさせていく。で、目の下にも少々に広げたら、これも入れる。まつげに入ります。もうまつげ大変すぎ。まつげ一番大変すぎ。きなちゃん何してんの？ボルサしてんの？アイラインに入ります。まつげ育ててる今。きなことまつげを育ててる。何？よし。そう、ぴょこぴょこしてんの毛が。あー、きなちゃん来たの。みんなにご挨拶する？いや、お腹ポンポン。きなこお腹ポンポンだ。ありがとう、コマ。ありがとう。よし、まつげに入る。どうしたの？膝の目がいいの？おいで。
そこはダメ、やめて。ダメ。ダメ、机の上はダメ。ご飯大盛りにしちゃいなよ。ダメ、うん、髪の毛がパヤパヤすぎる。ねえ、なんで机の上登るの？ご飯ないよ、そこには。まつげむずい。うわっ、やっちまった。みんなは何か食べました？あ、ヘアゴムだわ。ヘアゴム狙ってるんだ。そうめん、親子丼。うわ、何？何を狙ってるの？させてみよう一旦。コスメに興味津々。ねえ、つけ麺食べたいかも。ちょっと、それティッシュだよ。ティッシュがいいの？待って、踏んでる踏んでる踏んでる。
麺大好きすぎて困ってる。よし、まあ、まつげはこんなもんですかね。またピポっている。悩み教えてって終わったんだっけ。終わってはない気がするけど、終わりましたって撮ってない気がする。いよん、メイクで一番大変なのはまつげじゃないかな、やっぱり。時間がかかるんですよね。後頭部あれぐらいすごい。まあいいんですよ。人間なので OK。許してちょ。で、パウダーをはたく。冷麺の美味しさに大人になってから気づきました。本当に美味しいね、あの子。お皿洗おうかな。やばい、ダメ。結構溜まっちゃってるので大変かも。この間の辛ラーメン食べたやつがそのまま置いちゃって臭いのだから痛い。そんなレベルなんだって。私はいつもやばいですけど、それくらいのレベルでいつも溜まってんの。やばいよね、ドン引き。自分でも自分に。片付けるときはすぐやるんだけど、なんかスイッチが入れば。いや、鈴木だよ。いや、私もドン引きしてる。ありえない。いや、ちょっとドタバタしてたからっていうのはあるが、さすがにやるわ。ひなちゃんのものはない。
ここにいてもらうわ。ひなちゃんは降りてね。ちっとね、ちょっと待って。ちょっと登るとこじゃないっていつも言ってるでしょ。ダメ、降りて。はい、降りて。よし、行きます。また来た、また来た。もう何？ハマト？洗いながらも見れるわ。見学者ですか？見学者の方ですか？あ、邪魔しに来ましたか？水嫌いでしょ？洗ってるところは見せません。アイドルなので意味がわからん。水嫌いなんじゃないの？何しに来たの？いつも嫌がるじゃん。厳しすぎ。
かくさくて元気なの。ありえんし落ちない。向こうも。ぶっ込みスタイルで書けてもらいます。頑張ったよ。なんか一個残して。ハイターしよう、ハイター。あ、もう46分じゃん。そう、水につけ忘れちゃって。なんか食べたんだよね。何か食べた時に使ったお皿を水に。あ、パン？トースト、ピザトーストかなんかを食べて、そう、いや、なんか通れなくなっちゃった。甘えてんね。きなちゃん、降りて。危ないから。よいしょー。僕は悪い子です。やるときとサボるときの差がすごいんですよ、私。厳しい。
しいよ。わかる。そんなの人生そんなもんだよね。ちょっと見せたいんだけど見えないのよ。きなこほらここにいるんだよ。画面の目の前にいるの。ずっとほらこっち向いて、コメント読んでるよ。きなこコメント見られてるからね。50分かも。そのぼっちよ。どう？コメント。なんかもうちょっと上。ひなちゃん耳だけ見える。私はついに配信で掃除をし始めた。まあ掃除機はかけたことあるけど、こんないつもやってるけど、それを配信でやるのはちょっと照れるね。この排水口ネットおすすめ。なんか声がバラバラになっちゃった。汗汗。よし、ここは付け置きしとくから置いといて、あ
とこれはちょっと水をつけてこするだけで水垢が落ちます。すごいよ、すごいよ、これなめてたでしょ、私のこと。舐めないでもらってね、よくって、舐めないでもらってもよろしくて、はい、きな粉はどこでもついてくるね。ああ。このままで行くわ。まさかの。あ、やばい。ホットビューラーつけっぱなしだった。ショック。当てとこ。洗い終わった。えらい。ハイターまでした。えらい、えら、次にゴミ捨てまでする、えら、よーしってことで、終わりたいと思います。マモ、突然動き出すからね、私は。きなちゃん、悪さしないで、やめて。ダメ、ダメですよ、ダメ、あかん、終わりたいと思います。今日もありがとう、リオピン、ありがとう。くま、あれ読んだかもしれない、読んでないかも、ありがとう。ってことで、今日サイン会があるので、多分このルームで配信されるので、よかったら見てください。あー、ちょうどマック届いた、食べてください、お腹いっぱい食べてありがとう、いつも10歳みほ、ありがとう、ぺかり12たずなり、ありがとう、ぺかり11かずび、ありがとう、ぺかり、あ、変わっちゃった、13位出た、ありがとう、ぺかり12がんし、ありがとう、ぺかり11たつなり、ありがとう、ぺかり12なにか、ありがとう、ぺかり9けいちゃん、ありがとう、ぺかり8位みほ、ありがとう、ぺかり7位ぐんひ、ありがとう、ぺかり6位じゃんぽんぽん、ありがとう、ぺかりごいくら、ありがとう、ぺかり。やい、おまわりさん、ありがとう、ぺかり。さいたかひら、ありがとう、ぺかり。にしげ、ありがとう、ぺかり。いちりおぴ、ありがとう、ぺかり。みんなのおかげでお部屋が、片付けました。ありがとう。では、今日は日曜日ですが、今日も元気に頑張ろう。いってらっしゃい、おやすみなさーい。